ブラジル音楽に興味を持ったけど何から聞いていいんですかというご質問を受けましたので、いくつかのビデオに分けて定番の1枚と私のおすすめの1枚をご紹介していきたいと思います。まずはですね、インスト編ということで、インスト編もいっぱいあるので、インスト編のマルチインストゥルメンタリスト部門を、ご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのはこの方、ブラジル音楽といえばもうこの方の名前は絶対に出てきますね、エルメート・パスコアールです。エルメト・パスコアルは1936年6月22日アラゴアス州のオーリョダ・グア・グランジというところに生まれて、ラゴアダ・カノアで育ってます。小さい頃から、自然の音に興味を持っていて、ありとあらゆるものを、楽器にして、遊んでいたそうです。あとはお父さんと、兄弟にですね教えてもらって小さいアコーディオンを始めるんですね。でそれでアコーディオンとかあのパンデーロを打楽器ですねを覚えて、地元のラジオとか、まあ、お祭りで演奏し始めます。で14歳の頃に家族で、レシーフェっていうちょっと大きい町ですねに、移住します。でそこでシブーカと出会って、その辺りからですねあの大きい本格的なあのアコーディオンとか、まあ、ピアノとかを始めるようになってプロ活動を、開始します。当時ですね音楽でこうプロになって有名になる、あのもっと仕事を求めるには、まあ、リオデジャネイロに行くっていうのがよくあるパターンだったわけですけど、まあ、エルメットも最初リオデジャネイロに行って、まあ、その後サンパウロに渡って、まあ、ラジオ局とかですね、あとはあのナイトクラブとかで演奏してたんですね。で1967年にはカルテットノーボで、CD をリリースしてるんですけど、こちらの CD に関してはあの別のビデオがありますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。でその後ですね、あのカルテットノーボで一緒に演奏していたアイルト・モレーラの計らいでエルメートはアメリカに渡るんですね。で、マイルス・デイビスに楽曲提供するなどしてですね、エルメートの才能が世界的に知れ渡るようになるんですけど、でブラジルに戻ってからは自分の曲を、試行錯誤して作り上げていくグループっていうのをね結成して、で今年で86歳になるんですけど、今でも現役で活動しています。今ちょうどヨーロッパツアーをしている頃ですね。日本も大好きってあのおっしゃってますので、また来日公演ねあればいいなと思ってます。でエルメットの作品なんですけど、大きく分けて3つの時期に分けられます。まずは初期ですね、初期のメンバー定まってない感じの編成 でその後リオデジャネイロのジャブール地区っていうところで、あのメンバーと半分共同生活みたいに、しながらですね活動していた頃と、メンバーが変わったりとかして、で、その後から今にかけての3つの時期に分けられるんですね。そんなエルメートの定番の1枚がこちら、アン・ムジカリブリジ・エルメート・パスコアールですね。エルメートの代表作とされるあのベベが収録されています。でこれエルメートの初期の作品で、母国ブラジルで初めてリリースしたアルバムなんですね。で音楽学校で理論を学ぶことがなかったエルメートなんですけど、やっぱりズバ抜けた聴力っていうのを生かして、まあ、アレンジを書いてたんですね。でその型にはまらない発想力あふれる作品がこちらとなります。日本版も出てるので、日本ではエルメートの定番としてこの1枚が紹介されることが多いみたいなんですけど、ブラジルのエルメチスタ、あのエルメート大好きな方たちの中では、この後紹介するアルバムがおそらく一番人気なんじゃないかなと思います。ということで私のおすすめがこちら、フェスタドスデウゼス、放題は神々の祭りですね。この1枚はですね、もう私の周りのエルメチスタたちが最も最強と言っている1枚、私自身もこの1枚が、まあ、一番好きですね。どのアルバムも好きなんですけど、1枚選べって言ったらこれかなと思います。で、これはリオのそのジャブル地区時代の作品なんですけど、もう一言で言ってもう完璧です。もう何回聞いたかわからないんですけど、毎回新しい発見があります。でエルメートの、あの音楽っていうのはどうしてもあの変拍子とかこう異色な音楽的な感じにこう書かれたりされてるみたいなんですけど、実はそんなに複雑難解ではないと思います。彼の音楽っていうのはブラジルの音楽を基礎に置きながら、反復的なメロディーと、あとヨーロッパ的な和声進行とはまた違った
ったハーモニーの付け方っていうのが特徴なんですね。でこのアルバムはこのエルメイトが語るユニバーサルな音楽っていうのも最初から最後までもう1秒もう全てもうたっぷり堪能できる1枚だと思ってます。このアルバムに関してはもう話したいことがたくさんあるので別収録する予定です。ちなみにですね2011年夏にユニバーサルミュージックさんから日本版再度発売されてるんですけど、こちらはですね私が解説を書かせていただきましたのでぜひお手に取っていただければと思います。続いてご紹介するアーティストはこの方、エグベルト・ジスモンチ。この方も日本で大変人気ですね。日本だけじゃないですね、世界的に人気な方なんですけど、ジスモンチはですね1947年12月5日、リオデジャネイロ の内陸の小さいすごい小さな町カルモっていうところの生まれで、父親がレバノン人、母親はイタリア人という、移民の子供として生まれました。ブラジルは両親の国籍に関係なく、ブラジルで生まれた人はブラジル人になる、ブラジル国籍が、もうついてくるという風になってますので、ジスモンチも、ブラジル人ということですね。でジスモンチはエルメットと同じように音楽好き一家に育ったんですけど、エルメットとは対照的にですね小さい頃から音楽教育を受けていたんですね。でお父様の勧めでピアノとフランス語を習って、で後にフルート、クラリネット、クラシックギター、あとピアノも音楽院で勉強しています。あとアレンジの勉強も音楽院でしているとインタビューで話してましたね。で、ジスモンチは早くからですねポピュラー音楽とかブラジルのフォルクローレにこう興味があって、クラシックも大変優秀な成績だったんですけど、そちらの方向には進まなかったということです。で1968年にテレビ番組の音楽フェスティバルに参加して、で初めてオーケストラアレンジの曲、ウッソーニョっていう曲を披露したんですね。でそこで出会ったフランス人女優で歌手のマリー・ラフォレという方に、私の歌う曲アレンジしてみないというふうに誘われて、で翌年フランスに渡っています。で彼女のバンドで演奏しながら現地の先生たちから12音技法を学んでいるんですね。著名な先生方からいろんなことを学ん でその時ですね、自分が生まれ育った土地の音楽をもっと研究しようと、思ってですねブラジルに戻ってからは、ブラジルの先住民と共同生活をしたり、ブラジルのクラシックの巨匠ビラロボスの作品を取り上げたり、さらにはシンセサイザーを使ったサウンドに、挑戦したりと、多彩な切り口で攻めているので一言で語るのが非常に難しい、不可能なアーティストというふうに言われています。なので私の友人は数年おきに合計3回ジスモンチのコンサートに行ったらしいんですけど、同じレパートリーを聞いても全く飽きない、もう3回とも感動して泣いたと言ってました。はい、ということで定番の1枚はこちら、サンフォーナ、名義はエグベルト・ジスモンチとアカデミア・ジ・ダンサスになってます。今お話しした通りですねジスモンチは作品によって印象がだいぶ違うので、どれが定番ってちょっと決めづらいんですけど、ここは代表的な、曲フレーボとかローロとかが、入っている、このアルバムをご紹介したいと思います。エンファミリア、サンフォーナ、ダンサドスペース、エテルナという合わせて20分超える大作も入ってるんですけど、この途中のですね特にやっぱサンフォーナアコーディオンのことなんですけど、この部分のですね声とアコーディオンのユニゾンとか、あとハーモニー一つの音を固定しながらどんどんそこにメロディー重ねていったりとかする、でそういうとこがもう非常に美しいです。メロディーもですねフォルクロール的な感じでとても心に染みますね。で、次に私のおすすめがこちら、エグベルト・ジスモンチ1969年の、ジスモンチのデビュー作です。これまだジスモンチが歌ってた頃の作品なんですね。12曲中7曲スキャット入れると8曲で彼の歌声が聞けます。1曲目のサルバドールはですねアフリカ色の強いサンバがこう聞けるんですけど、と思ったら2曲目のトリビュート・ア・ウェス・モンゴメリーはもうその名の通りですね、もうガラリと変わってウェス・モンゴメリーへの、トリビュートの曲、もちろんオクターブ奏法もしっかり使っています。で
ディスモンチは今はあの歌を披露するのをやめてしまったんですけど、私個人的にはディスモンチ歌ってるのは結構好きなんですね。3曲目のプルーンサンバとか、ディスモンチがヨーロッパに行くきっかけとなったウソーニョはもう特に名曲だと思います。ウソーニョはエリス・レジナにもカバーされてますね。でオーケストラを使ったアレンジも非常にあの綿密に書かれています。プルーン・エスパッソっていう曲があるんですけど、その途中でいきなりこう静かになって、そこから覚えのフレーズが登場するシーンがあるんですけど、それがもう非常に繊細で、もう何回聴いてもここで鳥肌が出ます。なんかあのミュージカルを見てるようなあの感覚になりますね。あとはあの最後のエストゥード・ヌメロ・シンコ、練習曲5番っていう題名なんですけど、これはあのメトロノームを使って、メトロノームの上にと作曲をして、でなのでメトロノームを生かしてその練習してる様子を、そのまま曲にしたっていう遊び心とかもあって、非常に聴き応えがある一枚なのでぜひ聴いてみてください。3人目のご紹介は、アリス・マールド・エスプリット・サント。この方はですねすごいですよ。1956年7月9日、サンパウロの海沿いの町サントスの出身です。やはり音楽大好き一家に生まれてるんですね。ちなみにお子さん、まあ、お子さんといってももう大きいんですけど、であるあのチアゴ・エスピリット・サントとビア・ゴエスもミュージシャンですね。彼はサンパウロ の, あの夜の世界、まあ、ナイトクラブとか、まあ、セッションとかそういったところで、経験と実力を積んだ方なんですけど、もう今でもふらりと真夜中のこうセッションに現れたりするんですね。超大御所なんですけど、なんかそういう感じをこう匂わせないほどこう気さくで、とてもあのみんなに親しみのある方です。多くの有名アーティストのサポートを経て、まあ、今は個人名でショーをするほど有名な方なんですけど、もう全く飾らない方で、ショーもまるで彼の家にいるような感覚になります。本当にもう楽器が大好きで、もう一日中楽器弾いてるんじゃないかっていう風に言われてますね。で彼の作曲方法も、音伝いにハーモニーを作っていくものみたいなんですね。で本人は楽譜は書かないんですよ。なんですけどやっぱりあのアリス・マールの作品を、残そうっていう試みで、まあ、最近その側近の方々がですね、まあ彼の作品を採譜する、まあ、採譜担当者がいるそうなんですけど、まあ、楽譜にするのがかなり難しい、あのコードに書き表せない部分が多いと、言っていました。でアリス・マールの定番はこちら、フォート・ド・サテライチ、2006年の作品ですね。でこちらはもうサンパウロ切手のミュージシャン、つまりブラジルを代表する、器楽奏者ミュージシャンたちがまあ参加しています。テクニックの凄さっていうのもそうなんですけど、もう圧倒的なスイング感というのがもう本当に聞いていただければわかると思います。ちなみに1曲目のベスチードロンゴっていう曲はあのサンパウロのセッションのもう定番曲になっているもので、おそらくサンパウロのブラジル音楽インストグループに関わるミュージシャンっていうのはもう一度は必ず演奏したことがあるんじゃないかなと思います。ただしあの先ほどお話しした通り、アリス・マール の, あの耳の感覚で書かれたあのコードなので、あの見たことないようなコードが結構続いて行くんですね。なので私は結構あの最初インプロするのを苦労しました。では私のおすすめはこちらです。アレグリア・ドス・デードス、2012年の作品ですね。こちら直訳すると指の喜びってことなんですけど、まあ、なんとこのアルバムはですね、7弦ギター、エレキギター、ピアノ、コントラバス、ドラム、すべて、アリス・マールが自分で録音しているものなんですね。まあ、多重録音ですね。で、もちろん全曲彼のオリジナル曲 でそこにレア・フレイリとかドミンギュニョスとかあの豪華なゲストが参加してるんですけど、アリス・マールはこのアルバムの楽曲を作るときにもうすでに録音に参加してもらうゲストの音色を、もう音色ですよ、を考えて曲を作ったそうです。なのでそれぞれのミュージシャンの良さっていうのがこう引き出される作品になっていますね。では年齢的にもう少し若い世代もご紹介したいと思います。まずはこの方、来日経験もありますね、アントニオ・ローレイロ。この方も音楽一家の出身です。ミナスジェライス州立大学の打楽器科を卒業しています。なのでメイン楽器はドラムのようですけど、作曲はもちろん弦楽器、鍵盤楽器など何でもこなすプレイヤーです。で、おすすめのアルバムはリブリ、2018年の作品ですね。
てアントニオ・ロレイロはカート・ロゼウィンケルとの共演とか先ほどお話しした通り日本公演もされてますので、ブラジル国外でも名前が知られている、アーティストです。また日本公演あるといいなと期待しています。で、もう一人がですね、カロー・パネージ。この方はですねエルメート・パスコアルグループのメンバーのイチベレ・ズヴァルキの、グループとかあとはイチベレ・オルケストラ・ファミリアの一員としてバイオリン奏者として、頭角を現した、方なんですけど、実は音楽院ではピアノを勉強した経験もあったりとかあとフリューゲルフォルンも演奏するんですね。で最近は特にピアノと歌に力を入れてるようでマルチインストゥルメンチストとして精力的に活動されてる方です。なので、最新のアルバムアルチエ・オラソンでは、ギターのファビオレアウと一緒に自身の世界観っていうのを、歌と、ピアノと、バイオリンを使って見せつけてくれます。これからも注目したいアーティストですね。ということで今回はインスト編マルチインストゥルメンタリスト部門として、定番と私のおすすめアルバムをご紹介させていただきました。ストリーミングサービスで聴けるようにアルバム名はすべて概要欄に書いておきます。 YouTube のリンクも貼っておきます。できる限りですね YouTube ではアーティスト本人の公式チャンネルから聞いていただければアーティストさんにバックがありますのでぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。次回もお楽しみに。